16時、ホテルにチェックイン後、近くの観光スポットに歩いて向かいました。目的の場所まではここから750メートルだそうです。これから向かう場所は、名探偵コナンの映画に登場したことにより、最近有名になった観光スポットらしいです。西方向に向かいます。案内板がありました。残り275メートルです。残り150メートルです。正面はホテルアズーロですが、すでに閉館しています。今向かっている海辺のベンチは、このホテルの敷地内に設置されたものです。ちなみにホテルアズーロは、本日宿泊するリードパークリゾート八丈島の姉妹館だったそうです。ホテルで地図をもらってなければ迷いそうです。残り50メートルです。海岸に出ました。先客が2人いただけでした。海辺のベンチです。海は荒れていますが、色は綺麗です。運が良ければここからクジラを見ることができますが、この時は見れませんでした。晴れて波が穏やかな時に海をのんびり眺めたい場所ですね。
今度は晴れた日にベンチに座ってのんびりクジラを探したいです。この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。